皆さんどうもこんにちは、トリです。本日は神様について話していきたいと思います。突然ですが皆さんに質問です。あなたは神様というお方はどのような方であると思いますか？神様と聞いてどんなイメージを持つでしょうか？神様は年老いた男性で、白髪で髭が長くて、白い服を着ていて、雲に乗っていて、杖をついている人、それ以外のことはあまり分かってないんだ、はっ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 は、と日本人の多くの人は答えるのではないでしょうか。そう、私たち日本人は実際のところ神様のことがよく分かっておらず、漠然としたイメージしか持っていません。しかし感謝なことに、永遠の大ベストセラーである聖書には、神様がどのようなお方であるのかが詳細に書かれています。本日はこの聖書から神様がどのようなお方であるのかを皆さんと共に見ていきたいと思います。今日ご紹介する神様のご性質は、神様の嫌いなものです。共に聖書を見ていけたらと思います。本日の聖書箇所は箴言6章16節から19節のところです。まずはお読みします。主の憎むものが6つある、いや主ご自身が忌み嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、咎がなき者の血を流す手、邪悪な計画を巡らす心、悪へと急ぎ走る足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。まず16節のところ、主の憎むものが6つある、いや主ご自身が忌み嫌うものが7つある。ここの主という言葉は神様のことを表しています。神様は私たち人間から見て主人のような存在です。主人の主というのを取って神様を表します。神様には憎むもの、大嫌いなものがあるとここでは言っています。神様に嫌いなものがあるってなんか意外ですよね。実は神様というお方は人格をお持ちです。神様には人格があるからこそ嫌いなものがあります。神様は何を嫌われるのか、17節のところ、高ぶる目、偽りの舌、咎がなき者の血を流す手。神様が嫌われるものの一つ目として高ぶる目があります。高ぶる目、言い換えると他人を見下すことです。高ぶるとは偉そうにすることです。人間は少し物事がうまくいくと調子に乗って高ぶって自慢します。そして自分よりも劣っている人を見下してバカにして嘲笑います。神様はこのような態度を心底嫌われます。その人がうまくいっているのはその人がすごいからではなく、神様がそのようになさっていることです。すべては神様から与えられているものです。ですから神様から与えられたものを必要以上に誇って自慢するのではなくて、与えてくださった神様に感謝をお捧げしていきましょう。神様が嫌われるものの二つ目として偽りの舌があります。神様は嘘が大嫌いです。私たち人間はすぐに嘘をついてしまいます。いやバレなければ大丈夫だよという人がいますが、それは間違っています。神様は人間の行動すべてを見ておられます。逆に神様が大好きなのは正しい舌です。神様は正しいことだけを口にする人を大いに好まれ、その人の人生を祝福されます。神様の嫌われるものの3つ目として、咎がなき者の血を流す手があります。何も悪いことをしていない、何の罪もない人に攻撃を仕掛けたり罠を仕掛けて捕らえたりする人がいます。
神様はそのような行為を心底嫌われます。しかしながらこれは決してトガがある者の血を流すことはいいことなんだと正当化するものではありません。人を傷つけてはいけないというのが聖書の教えです。18節のところ、邪悪な計画を巡らす心、悪へと急ぎ走る足。神様が嫌われる4つ目のこととして、邪悪な計画を巡らす心があります。私たち人間は心の中で様々な悪い策略を練り上げます。考えているだけで実際に行動に移さなかったらいいんじゃねと思う人がいるでしょうが、それは違います。神様は人の外見ではなく人の心の中を見られます。神様は悪い計画を思い巡らすその心を嫌われます。神様が嫌われる5つ目のこととして、悪へと急ぎ走る足があります。神様は悪い計画を考えるその心を嫌われますが、もう一方で実際にその悪い計画を行動に移すことも嫌われます。決して悪いことをしてはいけません。バレなければいいんじゃないのかと思う人もいますが、神様はすべてを見ておられ、すべてをご存知です。19節のところ、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。神様が嫌われる者の6つ目として、まやかしを吹聴する偽りの証人があります。普通証人というのは正しい人でなければなりません。その証人の証言によって事の良し悪しが判断されるからです。しかしここで言われているのは、さも正しいかのように立ち振る舞いながら平気で嘘を吹聴する偽善者です。神様はそのような偽善者を嫌われます。神様が嫌われる7つ目のこととして、兄弟の間に争いを引き起こすものがあります。行った先々で争いを引き起こす人がいます。この人をトラブルメーカーと呼びます。神様は争いを引き起こすものを嫌われ、逆に争いを解決するものを好まれます。あなたは争いを引き起こすもの、もしくは争いを解決するもの、どちらでしょうか？トラブルメーカーではなくピースメーカー、争いを解決するものとなりましょう。以上の7つが神様の憎まれるもの、嫌われるものです。どうでしょうか？この7つの性質のうちいくつがあなたに当てはまったでしょうか？神様に嫌われるものではなくて、神様に好まれるものになりましょう。神様は人格をお持ちです。ですから、もっともっと神様の性質はあります。学ぶことができます。どこに書いているのか。聖書に書かれています。聖書を読めば、神様がどのようなお方であるのかがわかります。もしこの話を聞いて、もっと神様のことを知りたいと思われた方がいらっしゃったら、ぜひ一度聖書を読んでみてください。聖書は今の時代、ネットで簡単に無料で読むことができます。また書店に行っていただければ安く購入することができます。一度読んでみてください。また聖書を読んでいる中でわからないところがあれば、一度お近くのキリスト教会に足を運んでみてください。教会の牧師先生であったり、教会の信徒の人たちがあなたに分かりやすく丁寧に聖書のことを教えてくださることでしょう。本日はこの辺にしたいと思います。さよなら。また次回もお楽しみに。